キティちゃんとミミィちゃんのハッピー幼稚園だよ。後ろから開け、こんな形で遊べるんだね。この台紙のところにもこんな感じでいろんな部品が描かれていたよ。それからこんなシートも入っていて、ここに公園だね、公園があって、そしてこっちの方はなんかこれは英語のお勉強する場所かな。これはお家の中、あ、ボルタリングのこの壁にボルタリングがついているね。そしてここには公園だね。こっちが表でこっちが裏になっていて、ここには虹がかかっている。こっちはかかっていないんだね。不思議な感じだよね。そしてこれはお部屋の中かな。そうするとこうするのかな。こんな感じで、ここがリンゴのこのドアになっていて、そしてこっちの方が、あれ、こんな感じなのかな。ちょっと組み合わせ方がいろいろあって、こうやって組み合わせるとこんな感じになるし、これはいろんな組み合わせをして遊ぶことができるのかな。あ、ここがこんな感じでドアになって開け閉めができるようになっているよ。よし。それからこれが公園遊びのセットで、これブランコで、ここにキティちゃんのハートマークの座るところがあって、こうやってゆらゆら揺れる、こんな感じでゆらゆら揺れるようになっているよ。そしてこれはちっちゃなバスかな。ちっちゃなバスがあったよ。これでも遊べるし、そして滑り台があるね。滑り台のところにキティちゃんがこんな感じでここからトントントンって上がって滑り台で滑って遊ぶ、そんなこともできるし、ここのところに乗せて遊ぶこともできるし、このブランコのところに乗っていてもらうこともできるんだね。こんな感じでいろいろな場所でキティちゃんと、そして双子のミミィちゃん、この二人で遊ぶことができる。それからさらにこれシーソーだね。シーソーもあるから、シーソーのところでこのキティちゃんと、それからよいしょ、バランスをとってミミィちゃん2人でこうやってよいしょ遊ぶことができる。こんな感じだね。よし、こうやってシーソーガタンゴトンガタンゴトンして遊ぶことができるんだね。それからお部屋の中にはこのピアノがあって、ハローキティって書いてあるし、音符もハートもたくさんあるね。とても可愛いピアノだよ。それからこれ勉強机のところにはノートと鉛筆とハサミと、これは何か紙かな、紙も一緒に置いてあって、そして勉強机が2脚あるんだよ。そしてこれプランターにチューリップが咲いていて、よいしょ、もう一つ一輪ずつチューリップが咲いている。それからこれは何かな？これはなんかちっちゃな椅子か台かな？この上にこんな感じで飾っておくこともできるよ。